このどんど焼きに火をつけます。今、運動委員長が松明を持ってこちらに向かっております。さあ、今見えてきたと思うんですけれども、皆さんもご覧いただけますか。あ、今ちょうどこのところを立命神社からやってきたご神社が向かっております。松山佐治町祭り実行委員長を担当に今入札が運ばれてきました。町祭り実行委員会委員長を先頭に松明が運ばれてまいりました。ここで皆さんが道を開けていただきますようご協力をお願いします。神明神社に祀られている土門の神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 の石をご神社としていただく今会場に参加です。行われてきました松山佐治町祭り、いよいよこの道後焼きでディナーを迎えます。あら、一番棒が向いてんな。あれ14体の青竹の話の方、皆様の耳にも届いていると思います。この破裂する大きな音で邪気を払うということです。また子供たちの口止めなどは空高く舞い上がれば舞い上がるほど今上手になるということですが、かなり高くまで上がっている仕事もありますが、中には誰かが書いた口止めの暗記が燃えているものもあるのかもしれません。あら、あれ、紙染め余った、ほら。
少しずつ炎も収まってきました。この後2回目もマラソンの皆から外に入っていただいても結構ですが、この状態ではまだ少し危険ですので今しばらくお待ちください。歩道を持ちお持ちのお客様は少しがマラソンになりましたら中に入っていただいて、この状態に入ってお持ちを焼いて扉をたくさん収まっていただきたいと思います。もっと長かったらね、寒い時期に行われますけれども、こうやって一斉にご神体に火がつくと、とても周りが暖かくなるんですよね。なんだかこう、生きてありがたいな、そしてとても偉大なものなんだなと、改めて感じさせられます。最近はなかなかこういった大きな炎を、ね、囲むという機会も少なくなってきているので、ぜひ火を起こっていただいて、火のありがたさ、神聖さをこの機会に感じていただきたいと思います。この炎を持って皆様の邪気が払われて、皆さんいい年になる方をお祈りいたします。さて、ご神体のこう中に入っている長いこの棒というんでしょうかね、この櫓が倒れましたら中に入ってもいいのですが、すべて倒れたら中に入っていただきます。その合図はよろしを持って、かけていただきますので、よろしが上がるまではロープの中には入らないように一番一度お願いいたします。これが一番大きいと思います。ご納墓地をお持ちの方はもう早く入りたいかもしれませんけれども、今しばらくお待ちください。近くに行ったら、目が近くに行ったら暑くて、少しずつ収まってきました。ウクライナの三日月は新幹線とも各関係があるということです。このどんど焼きのボトルになった木も、市内の神明神社に祀られているこの祭りの神聖なる木をご神社としていただいてきました。まだパチンパチンと青竹の破裂する音が聞こえますけれども、この音でもって邪気を払ってくれます。